ると今ですね、副業で福祉業界の経営とか IT アドバイザーやってますで、まあ、なんでやってるかというのは共生社会を目指してやっていきたいなと思ってます。チームワークあふれる社会を作りたいなと思ってます。で、じゃあ今日なんでここに立ってるのかってことなんですが、まあ、一つはですね、私のパートナーが実はその幼児教育にずっと関わってまして、保育園だったり幼稚園だったりその塾だったりというのをずっとやってたりしますので、結構いろいろ聞いてます。はためてみながら、じゃあはためからってどうなんだっていう話をさせていただけたらなっていうのが言って、はい、で、ちょっとつながって聞くのと楽しいので、 Facebook でぜひ松村勝彦さんって伺ってください、はい、メッセージいただくと大丈夫です。時間がないんで飛ばします。サイボーズ株式会社ですけれど、IT の会社です。そんだけでいいです。ありがとうございます。で、大事なのはですね、ここなんです。サイボーズっていう会社はチームワークあふれる社会を作りたいねと思っている会社なんです、はい、なので一生懸命グループウェアと言われている IT のツールを作って、この20年間売り続けています。日本で一番使われていると思う、使われています。で、使われているのと同時にですね、チームワークあふれる社会って何ぞやっていう話をずっと考えてるんですね。そうすると学者さんがちゃんといるんですよ。チームワークってこういう定義だよみたいな。で、大事なところだけ言うと、メンバーが決まっていて、その間でコミュニケーションしながらこの4つを追っていきます。効果、効率、満足、学習。効果っていうのは会社でいうと売上で、皆さんの業界でいうと多分園児の成長だとか安全ということだと思います。で、効率っていうのは、企業でいうと利益率、いかに効率よく利益を上げるか。で、皆さんの業界でいうといかに効率よくこの効果を、持っていくかですね。園児の成長だとか安全を、効率よくするかです。で、満足っていうのは社員の定着とか喜びだとか幸せです。皆さんの業界でいうと、皆さんです。皆さんの、満足がいかに高まるかで、皆さんのスキルアップがどんだけできるか、この4つがバランスよくいかないとチームワークいいと言えないということです。世に言うブラック企業は効率も何もなくて効果だけが悪い、高くて働いている人は疲弊する。ブラック企業、皆さんの業界がそうでないことを祈ります。はい。で、チームワーク、我々が売ってるグループウェアはこのさっきのチームワークの4つの要素がどん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 世の中に、活性化していくような情報共有をひたすらやりましょうということで作っています。で、いろんな製品があるんですが、このキントーンという製品が今一番売れていて、皆さんに一番縁が近い縁があるんじゃないかなと思っています。で、僕らはですね、チームワークあふれる社会を作りたいんですけど、で、日本で一番売れてるんですけど、チームワークあふれる社会になってないんじゃないかなっていうのは思ってます。なんでツールだけ売っててもダメだというのは最近感じてることです。で、会社自体はこの赤い折れ線だけ見てください。赤い折れ線は離職率です。サイボーズの創業が1997年なので、97年からの離職率、昔の数字よく分かんないと取ってないですけども、こんな感じです。 30% 近くまでいってました。4人に1人は辞めてるって状態です。それが、ここ、何年 ?5、6年、5% を切ってます。で、これ何やったかっていうと、ブラック企業自体から働き方改革、今でいう働き方改革をずっと10年間やってきて、で、離職率をずっと下げて、この青い棒グラフは売上です。売上が上がってるっていう会社で、結構それで有名になってます今。ちなみに保育業界あるちょっとネットで見たら 10% ぐらいですか、上か下かわからないですけど、はい。で、で、僕らの言う働き方が、じゃあ残業時間制限しましょうっていう話ではないんです。100人いれば100通りの人事制度があっていいっていう、多様な働き方を認める。それは何でかというと、個人個人それぞれ置かれた状況が違うから。で、旦那がこう会社や転職して起業してしばらくお金必要ですだとか、で、子供がちょっと手かかってそっちに取られてますとか、いろいろありますよね、個人個人。
でそれぞれの状況に合わせた働き方ができるような会社にしようということで、我々は離職率を下げました。で売上も上げましたっていうことをやってきました。はい。で、なぜ今、働き方改革かっていうのは、おさらいですけれども、これは人口ピラミッドを横にしたやつです。ここの赤いところが労働適齢人口といって、15歳から64歳の人口です。皆さんのターゲットもその14歳よりも下っていうのはこの青いところです。で何かというと、この後25年で、労働適齢人口が、4分の1、減るんです。要は働き手が減るということです。で一方で14歳以下の人口も 32% 減ります。で何が、こういう時代に起きるか、今まではこういう時代なかったんですよ。ずっと右肩上がりだから働く人いっぱいいたから、だからもう勝手に辞めていっていいですよ、次の人雇いますっていう時代だったんです。で何が起きるかっていうと、これが起きます。要は選別の時代になるんです。そうすると子供からしてみると、子供、正確に言うと親ですね、親からしてみると、いかに子供が楽しくて安全な園に行くか、働く人です。働く人からしてみると、結婚しても働きやすいところ、自分働きたいから、生活できるいい給料をもらえるところ、成長したいところ、こういうところに今後どん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 選別が進んでいきます。これは、保育業界だけじゃないですよ。世の中もう起こってることです。起こってることです。で要は選別されるようになったんです。働く人によって選別される。で保育業界はこの向こう側もあるところですね。で、じゃあ経営者としては何やるかって話です。こういう時何を民間の企業の経営者をやってきたかっていう話ですけれども、効果の追求と見える化をやってます。保育園の話でいうと、さっき申し上げた通り、子どもの安全と成長っていうのが効果ですよね。でこれをどうやって見えるか、もしくは、高めるかっていうことを経営としてやっていかなきゃいけないんじゃないかなと僕は思ってます。僕素人です、言っておきますけど、はい、素人から見てそうじゃないかな。で安全っていうところだけ言うと、今すごい囲い込み、隠したがる業界なんで、安全のところだけ あらかじめ言っとくと、絶対人間ミスします。当たり前です。コンピューターの世界でも人間はミスするっていう前提でコンピューターは作られています。なので早期発見して回復して再発防止するっていうのはすごく大事なプロセスなんです。ここがでこれができるかどうかって安全という、人間絶対ミスする。でもう一つは生産性を上げていく、これが ICT っていうところですけれども、業務効率化して、なおかついやいや働くのと楽しく働くので、どっちが効果が高いと思いますか？これもう誰に聞いても一緒ですよね。楽しく働いたことはいいわけじゃないですか。効率上がるわけじゃないですか。なので楽しい職場にするっていうのが大事です。で働き方、そのためには働き方の多様化と風通しのいい風土っていうのが今日のテーマ、大事です。はい。で絵にするとこんな感じですね。昔の働く人のイメージ、だ経営者はここにいないわけですよ。経営者から見て働く人は、はい、頑張って働いてください。属人的業務で週6日8時間以上働くのね。で今後はこういう職場なら選ばれるよっていう話はこちらです。要は見える化と透明性を高めて、働きたい時に働けて、それがうまく、子供にも、マイナスにならないっていうような、要はチームで働くっていうことにやっていかないと、属人的業務でこの先生が辞められない、もしくはパートナーの人ですら休めないっていうのはおかしいです。属人的すぎます。なので必ずチームでっていうのはすごく大事なキーワードです。でサイボーズ流の働き方で、僕らさっき言ったように IT をいっぱい売ってるんですけど、チームワークあふれる社会にならない。なんでかって思っていろいろ調べてみたら、実はこの3つが成り立たない、バランスよく成り立たないと変わらないって気づきました。僕らツールだけ作って売ってます。だけどそのツールを使う制度がちゃんとあったりとか、使って効果を出すんだっていう風土がないと、ツールだけ入れても誰も使わないですよ。分かんないから。でそのツールは何のため入れるので、何風通しを良くしなきゃいけないよね。でみんなが情報共有したらみんなが楽になって働き方シェアできるよねっていう風に、フードを作って、そういう制度を作っていかないと回らない。
っていうのは分かって、今僕ら何やってるかというと、この風土を変えましょう、でその制度を変えていきましょうで、いうふうに言ってます。この3つを考えて、変えていくっていうのがすごく大事なんです。ちなみにサイボーズの風土は何かというと、公明正大と自立と議論っていうのをテーマにしています。これ話すと1時間半になるのでやめます。で、風土作りで、風土はね、実はトップリーダーしか作れないんです。ボトムアップで風土は作れません。これははっきり言います。リーダーが率先することですね。これちなみにうちの社長ですっつってるのは、これ1日保育行ってきました。でこっちは、まあ、お子さん何人つってます、3人いるんですけど、3人つってますね、はい、でリーダーが実践することですね。一つはだから経営者がどこまで園長が率先して やるかってことと、もう一つはそれをちゃんとコミュニケーションとして伝えてるから、もしくは下の意見を聞きながら会話してるかっていうことが大事です。これも詳しく話すと長いのでやめます。で、はい、保育業界の風土、ここから、ね、本当にいいタイミングでって、子供は残念なニュースがありましたよね、八尾でね、これ風土の問題だと僕思うんですよ。こう保育園保育士30人が全員退職ということ で何言ってるかっていうと、いやこれはありえないよねという話ですよね。読みませんけど、保育士も実は見てるわけですよ。見てるけど言わないっていう風土があったんです。言っても無駄っていう風土があったんです。で、なんで言っても無駄か、だって言っても言った人がかばうんだ、無駄なんだと、だ逆に自分の給料減らされるよ、ね、でそんな風だ、これが風土なんです。これが風土作ってる。なのでいいですか、風土は上が作るんです、下は作りません、はい、で、組織の文化なんです。風土で組織っていうのは人が、組織っていう人がいるわけじゃないので、じゃあ誰の好みなのか、風土はっていう話ですね。でトップなんですよ。でトップの考え方、行動、諦めるか無視するか、でこの辺は飛ばします。で暗黙のルールっていうのが忖度ってありますけど、暗黙のルールが風土なんですよね、この人がいて、で現場で頑張っても現場の、ね、リーダーが変わったりすると、その風土は一瞬ね、みんなでモチベーションが高くなったとしてもなくなりますっていう話です。はい、ね、はい、あ、こんな感じでちょっと、まあ、顔隠してます森学園さんのね、これこの人風土ですよ、まさに。いやだって風土でしょ、だってこの人はこういうふうに言ってるんだ、どついて何が悪いんだって言ってるんだ。で皆さんもニュースで見たかと思いますけども、こう突き落としてるんですよ。でそれがいいと思ってるから、そういう風土なんですよ、あそこは。だから 上しか作れないんですよ。何度も言います。はい、で要注意、気をつけてくださいね、はい、規則はスタッフが守るもので、自分は別格だと思ってる人は、危ないです。上の人ですね。はい、これよくね、マジックワードなんです、これ。他の絵もっとひどいんだけど、うちはいい子だよ。で、問題を、それでもう、問題を解決しようって言ってないわけですよ。ね、他よりマシでしょって、うちは。いいじゃん。これおかしいよ。自分たちの職場をどうしたいかなんだろう。他の絵に関係ないんですよ。ね、昔から、これさっき言いましたね、松原さんが昔からツールを使わずにやってきたでしょ。なんでできないの、はい、問題は引きたくないです。弱音は覚悟が足りないから。でこれ全部僕の創作ですよ。これ誰かが言ったわけじゃないですか。僕の創作です。言ってます、はい、で当たってるところもあります。はい、はい、言ってるところあると思いますが。当たってるところもあります、はい、で。暗黙のルールとかってみんな気をつけてくださいね。例えば子供が泣いてるのを叩かれるとか、虫嫌いな子に虫を持ってってギャン泣きしたら可愛いっていう保育士がいるんですよ。これね、人権問題だと思いますよ、はっきり言って。介護、高齢者のね、介護事業所におじいちゃんに、加藤ちゃんのメガネと鼻の、ハゲがかぶせて、かわいいって保育士、言ってる人いるんですよ。介護業界でもない人。おかしいでしょ、人間ですよ、相手は。
子供だって人間です。でこういうのを見て注意しない、ね、気づいた人が注意しないとかちょっと話し合うっていうことはできない職場はこれが放置されるわけです、ね、でここら辺ちょっとさっきの八尾に絡みますけれど、ね、こういうことをやってる人がいると聞きました。僕はだけど誰も何も言わないです。見ててもだってバイトが行って何の得があるっていう風土で、親と会話できるのは正社員とかね、まあ、いろいろあるじゃないですか。で職員の方は有給ちょ取れてます。有給今度から5連休取らなきゃいけないんですよ。有給大丈夫ですか。残業代もらってますか、ちゃんと。これもう法律違反ですからね。業界としてはおかしいって言わないといけない。で夏休みは希望者は年長者から順番ですかと、まあ、いろんなこれルールあると思うんですよ、ね、風通しいいですか。パートは何も言わなくないですか。何かあったら言ってくれって言ってるのが言うなってことですよ。自分から聞きに行かないと。で休憩室にクーラー入ってますか。この辺ちょっとリアルな話があるって言ってますけども、はい、モデルとなる職員各シフトにちゃんといます。ちゃんと人材育成してます。普通の会社ならやってるんです。やってないところももちろんありますけど、でこの業界おかしいです。これがやれてないところで、はい、この制度、ルール、ルールですね。ちょっと時間がないので飛ばしますけど、全て園長、オーナーが決めるんです。制度、ルールもそうでしょ。通路を入れる入れないも園長が決めるんでしょ。で風土ももちろんトップが決めるんです。なのでトップがこれを変われるこの意識で変えていかないと、難しいです。変わらないです。皆さんがいくら頑張っていくらここに来て話し合っても無理です、はい、で、飛ばします。でチームワークのチーム、どこまでがチーム、チームですかっていうのはさっき思い出してくださいね。効果効率満足学習をメンバーでやるところです。もしかしたらコミュニケーションを取ってるのは園長とそのご家族だけじゃないですか。だから園長が考えるチームってここだけなんです。なんでチーム外の職員とかパートは安ければいいんですよ。成長する必要ないんです。チームの外だからね。っていうふうに考えている園長なのか、あ、ごめん、これ関係ないですね。車乗ってても自由です、はい、で職員まで含めてね、チームって考えている園なのか、園長なのか、パートも含めてね、園っていうふうに考えているのか、さらに言うと、園児とか保護者さんも含めてコミュニケーションをとって、チームっていうふうに考えている園なのか、さらに言うと、地域住民も含めて、一緒のチームだよね、コミュニケーションしてますかっていう話です。だからどこに意識を持っていくかっていうところで全然違うし、働いてる人は、ここまでだなと思ったら、まあ、辞めるかどうかっていう話があると思います。なので結論から言うと、チームの風土っていうのはクローズな業界ですけれども、オープンかクローズか、これ、0か1じゃないですよね。こういうことだけど話せないのにちゃんとあるし、どの辺どっちを目指してますかっていうところがすごく大事になります。はい。で、友人がね、いるんで、この森の幼稚園ピッコロっていうところなんですけど、子供の格好を出してます。はい。で、ここオープン、すごくオープン。だから地域まで含めてるチームだって考えてます。彼女は、園長さんです。はい。で、最後に、最後の最後に ICT の話します。キントーンってさっき、キントーンを使っていろんなことができます。情報共有のツールなんです。特別支援学校でご家庭と学校、それから学校の校長先生とかと交えて連絡帳、ね、皆さん馴染みの深い連絡帳をキントーンで出す。何が起きたか、先生は子供を送ってからかけます。いいですか。紙だったら子供を送り出すときに持って出せなきゃいけないから一緒に書くでしょ。でその時に大体行方不明になりますよ、ね、先生は子供を送った後にかけます。で子供ご家庭は見れます。子供の迎えの人が変わってもご家庭が電子連絡帳にかけ、その変更すれば学校は分かります。で先生だけじゃなくて教頭も見てるんで、トラブルが起きた時に学校が入りやすくなりますし、一人じゃないです。学校がチームです。で個人情報を守りながら使っています、はい、
でちょっとあんまり、まとめに行きます、はい、でフードは何度も言いますがトップが決まる、トップで決まります。なのでトップの方は頑張りましょうという感じと、まあそのトップがどこまでチームを考えるかっていうのはすごく大事になります。で風通しのいいっていうのはすごく今 の皆さんには重要なことじゃないかなと思います。風通しが良ければある程度防げます。見えるか、オープン、ね、そのオープンの範囲をどの、そのチーム内ですよ、チーム内どの中でやるか、はい、で ICT を使うと効果的になりますよということで、サイボーズの製品を思い出してくださいねっていう話があって、はい、でサイボーズのグループウェアとか、まあ、松田副業で福祉業界AIT アドバイザーやりますので、何か相談があれば私に聞いてください。ということで、私の方は以上です。時間かかってなかった。バッチリです。バッチリです。よかった。はい、ありがとうございました。松村さんでした。